皆さんこんにちは。2006年潜在革命ギャルの呉羽優奈です。同じく2006年潜在革命ギャルの柚木亜美です。そしてこれから始まる番組の紹介をします。私たち亜美と優奈が毎戦レースクイーンにインタビューしちゃう突撃レポートの番組です。普段見れない映像が満載です。今回はどんなレースクイーンが登場するんでしょうか。それでは2人で行ってみたいと思います。突撃。2006年潜在革命ギャルの柚木亜美です。はい、今回はチームトータルベネフィットさんに来ちゃいました。こんにちは、ロックス TV 隣のレースクイーンです。では順番に自己紹介をお願いします。皆さんこんにちは、トータルベネフィットグリーンテックボクスター GT のレースクイーン中野さゆりです。サイミーって呼んでください。3サイズは上から83、59、86です。チャームポイントはお尻です。ブリケツクイーンということで頑張ってますんでよろしくお願いします。皆さんこんにちは、青山香織です。さあ今回もですねレース来ておりますが、さあ私も今回まだまだ頑張っちゃいます。さあ3サイズは上から87、58、そして85です。皆さんもねレースチームと一緒に私たちレースクイーンも応援してくださいね。よろしくお願いします。こんにちは、杉山美沙です。3サイズは上から82、56、84です。私たちも一生懸命応援するのでみんな私たちのことも覚えて一緒に頑張って応援してください。皆さんこんにちは、新井のり子です。のりって呼んでくださいね。3サイズは上から82、56、80です。これからも私も頑張りますので皆さんも応援してくださいね。それではここで4人のセクシーな女の子たちに質問タイムとさせていただきます。はい、レースクイーンになって良かったことと悪かったことを教えてください。はい、良かったことは、やっぱりいろんな人に名前を覚えてもらって、サイウィンって呼んでもらえるようになったことです。悪かったことは、見ていただいて分かるようにちょっと日焼けが、はい、気になります。はい、レースクイーンになって良かったことは、もういろんな人と出会えたことが良かったなと思います。悪かったことはちょっと低血圧なんで朝がちょっと辛いことです。レースクイーンになって良かったことはみんなとお話ししたりできることで、悪かったことは冷え性なので寒いのが苦手なので寒い日はちょっと辛いです。レースクイーンになって良かったことはいろんな人と出会えることです。で、悪かったことは日焼けをしてしまうことです。はい、このトータルベネフィットさんのコスチュームはおへそが出ていてとてもキュートだと思うんですけども、このコスチュームで気に入ってるところがあれば教えてほしいと思います。はい、ぴっちりしたパンツなんでやっぱ私の売りであるお尻が強調されていいんじゃないかなと思います。どうですか。はい、そうですね、私が一番、ね、気に入ってるのはやっぱりこのベルトですかね。ちょっと可愛いなと思ってます。はい、私が一番気に入ってるのはこのショートパンツです。いつもよりも
少しだけ足が長く見えるんじゃないかなと思います。はい、私が気に入っているところはみんなのお揃いの白いブーツです。これはとても足が長く見えるのでとても可愛いです。はい、ありがとうございます。皆さんとてもお美しい4人ですが、好きな男性のタイプとかあれば教えてほしいんですが、よろしくお願いします。はい、好きな男性のタイプは、面白い人です。関西人なんで面白い人が大好きです。好きな男性のタイプは嘘つかへん人、裏切らへん人、やっぱりこれじゃないでしょうか。私の好きなタイプってあんまりないんですけれども、やっぱり好きになった人がタイプで、タイプじゃないと好きにはなりません。私の好きなタイプは何でも誰にでも優しい人です。ありがとうございます。はい、それでは、私、ゆずきあみは潜在革命ギャルなんですが、皆さんは潜在革命というのはご存知ですか？あと、使ったことがあるかどうか、ちょっと質問したいと思います。名前はよく知ってるんですけど、すいません、使ったことはちょっとありません。はい、そうですね、よく名前を見ます。でも一回使ってみたいなと思ってます。はい、はい、私も名前は知ってるんですけれども、残念ながら使ったことはないので、ぜひチャレンジして使ってみたいと思います。はい、とても社長の顔がインパクトあるんですけれども、私も使ったことないので使ってみたいです。皆さん、ぜひこの潜在革命、テレビショッピングでも大人気で、体にも優しいので使ってみてください。じゃあ最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、今年は、今日のレースを入れてあと3回なんですけど、全力で頑張っていきたいと思います。また来年もレースクイーンとして頑張ってやっていきたいなと思ってますので、末永く、サイミーを見守っていてください。よろしくお願いします。はい、これからもですね、レースクイーンをはじめいろんなお仕事を、ね、頑張っていきたいと思ってますので、皆さんですね、これからも青山香織を応援してくださいね。よろしくお願いします。はい、私もレースクイーンに限らずいろんなことにチャレンジして頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援してください。はい、そして私はですね、レースクイーン、そしてですね、トータルベネフィットといえば銀魂にも出てますのでね、皆さん応援してください。私も頑張っていきます。はい、それでは最後にこちらの T シャツにこの4人のお美しい皆様からチューをいただきたいと思います。じゃあお願いします。はーい、チューって感じ。ちょっと恥ずかしいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。この超レアな T シャツはサインを入れて番組を見てくれている皆さんに抽選で1名様にプレゼントしちゃいます。皆さん応募してくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんこんにちは、トータルベネフィットアークテック GT3 レースクイーンの伊藤茂子です。3サイズ上から85、58で85か6です。ちょっと声がハスキーなんですけど、お酒好きじゃないです、飲んでないです、もともとハスキーなんです、すいません。皆さんこんにちは、トータルベネフィットアークテック GT3 レースクイーンの杉沢美久です。ツリーサイズは83、60、89です。大きな前歯がチャームポイントです。どうぞ応援してください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、トータル
ルベネフィットアークテック GT3 の宮下玲子です。レースクイーンのお仕事は2回目なんですけれども、ここの GT 茂木に来たのは初めてです。緊張してます。よろしくお願いします。チャームポイントはこの黒髪です。皆さん覚えてください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、トータルベネフィットのまみです。 GT は初めてなのですごく緊張しています。応援よろしくお願いします。